今回紹介、なんだっけ、購入紹介するのはこのモンスターズインクのミニチュアフィギュアコレクション、うん、これも一応ね発売日は違うんだけど、自分たち発売日には行かなかったから行けなかったんだけど、チンパがあの好きなんだよね、このマイクさんが欲しくて、そう、でも行きたいけど、そう、それで一回売り切れたのかな、ネットではないんだよね、なんか違う、朝っていうか昨日っていうかその4月10日に行くときに買おうと思ったんだけど、 その時はカートに入れられたんだけど、うん、自分たちのタイミングで朝ショッピングしなきゃと思って、その4月10日のディズニーランドの40周年のグッズと一緒にオンラインで買おうと思ったら、うんうん、売り切れてたの。そう。で、ああ、もうダメだと思ったんだけど。そう、これ欲しかったのに。と思ったんだけど、そしたら、まあ、チンパントイレタイムね。があるんだけど、必ず。で、ディズニーランドで、多分一番入りやすくてでかいトイレが、うん、なんていうの？モンスターインクの前なんだよね。うん、あのトイレが一番でかいんだ、男子は。うん、あの台がある。ね、うん、台面が、そう、個室が多いんだけど、うん、そこがだからメインなんだよ。チンパ住処なんだよね、うん。その住処で待ってる時に、オランが突然思い出したからのように、うん、書いてないんだけど、うん、もしかしたら、そんなんだっけ、なんて店だっけ、モンスターズインクの、その何、アトラクションのとこにある、うん、モンスターズインクカンパニーストア。そう、どこに、もしかしたらあるかもしれない。ないってアプリとかで調べても、現地にもないですよって言われても、たまになんか現地にありましたよとかってツイッターで見るから、そう。もしかしたら、そう、あるかも。そういう場合多分ね、個数が少なくて、うん、売り切れてましたって言われるのが、多分ゲストとしても、ゲストじゃない、なんだっけ、キャストとしても嫌なんだよね。そう、言ったらもうないみたいな。そう。え、書いてあるのにみたいな。そう、言われたのに。うん。でも、だから、数個の場合は言わないと思うんだよね。うん、あります、うん。見つけた人だけがラッキーね、みたいな。うん。っていう感じで、それを信じて言ったんだよね。もしかしたらあるかもしれないって。うん。言ったら、ものすごいスピードで、オランが本当なんていうの、さっき言ったばっかじゃん。だからないなと思ったんだよね。そしたら、なんか2個だけあったらしいんだよね。そう、2個だけ。一応、なんで個別になってるやつは、ちょっと数あったんだけど。うん。これは2個だけ。箱が2個だけあったって。てか2個だけしかなかったけど、2個もあった、ある意味。そう。ないって言ってたのに。やっぱ見てよかった。そう。だから多分そういう理由じゃないかなと思う。だから2個しかないものを、ありますよとは言えないよね、やっぱ。うん。もうないかもしれない、言ってる時に。そう。自分が、キャストさんが言った時にはもうないかもしれない。だってオランが買ったからもうあと1個だし。そう。だから超絶ラッキーだった。うん。もうこれもメインの人だ。40周年もメインなんだけど、チンパ的にはこれがもうメインだった。これもう絶対買おうと思って。そう。で、こんな感じ。まず外観から見てくるんだけど、うん、こんな感じ。やっぱいいよね。モンスターズインクはいいよね。マイクがいるからね。そう。で、シークレットがあるやつね。うん。で、お値段はただ高いんだよね、これ。高いんだよね。これ、7200円。どんどん値上がりしてるんで、しかも。気がついたら。そう。ね、莫大な値上がり。昔ね、かかっても5000くらいだったんじゃないかな。でも昔って言ってもさ、私たちが行けてから、あ、そうだね、コロナになってからとか、この2、3年の間だよね。そう、だからコロナとかね、本当は話題にするのも嫌だけど、戦争とかさ。物価高がすごい。そう、それで、やっぱりね、これを作るのも大変なんだろうね。その原料のさ、うん、油とかさ、うん、そのガソリンとかね、その機械動かすのもそういうのも大変になっちゃったし、いろんな、うん。だから高いんだけど、でもなんかやっぱモンスターズインクはいいよね。でもそれに尽きる、うん、って感じ。じゃあちょっと開けていこうかな。うん、で、こんな感じで入ってまーす。6個セットね。と、シークレット。だから全部で、全部それ。で、箱はね、多分一緒じゃないのかな。ちょっと2個ぐらい取ってみる。ここは一緒だよ、一緒ね。だって、あ、そうだ、そう、個別で売ってるから。クローズドパッケージになってる。で、こんな感じ。まず、サリーと、なんだっけ、メイ。ブー。あ、ブー。メイじゃん。いつも間違えるね。ジブリじゃん。サリーとブー。って感じで、おばちゃん。と、マイク。で、ライブは何だったっけな、すっかり忘れちゃうんだよね。なんだっけ、なんか、いつも忘れて、向こう行って思い出すもん。あ、なんだっけ、なんか、ダルメシアンみたいな。ダルメシアンに言えちゃう。あとそのタコ。タコ言ってない。オクトパスみたいな。オクトパスみたいな。で、このあって、お値段が最初に1200円。だ、1個1200円だ。前は1000円しなかった。そうそう。1個がね。そう。こいつは1200円だ。うん。まず高え。高いわ。で、こんな感じで、で、シークレット。もうなんか見えてるじゃん。あ、そうだね。ブー。ちっちゃいやつじゃないの？ああ、そう、ブーじゃないの、これ。なんだっけ、ちっちゃいやつ、オレンジ色の。多分。うん、ブーはもういるから、ちっちゃいとかブーってことはない、ね。多分そうだと思う。あ、彼だと思う。多分、ね。じゃあちょっと開けていこうかな、1個ね。で、上の段からね。うん。じゃあ、あ、もう見えちゃうの？はい。こんな出し方ある。じゃあ1個目でーす。いっせーの、せブー？うん。ブー。サリーとブー。分かれてる。これ、マンホールかな？マンホールから。こう出てくる。あ、こっちか、サリー。サリー。え、何持ってんの？何あ、モンスターなんだっけ、ライトだ。ああ。ライト。ライトだ。ライト持ってるサリー。サリーと、この上かなんかに乗る、ブーでーす。ブーでーす。ちょっとリアル、ね。ああ、怖い。すごいリアル。リアルで怖い。アメリカっぽい。
そう、ブーちゃんです。このヘルメットかぶってる。そうそうそう。耳がはみ出てる。そう。あ、耳じゃないよ。このヘルメットね。チンポ入らないんだよね。入らないからと。調整できないから。え？あ、なんかはめる場所あるね。刺すとこある。あ、ここだ、ここ。ここにあるわ、刺す場所。あった。で、ここに刺すんだね。硬いな。だから、あ、じゃあちょっとサリー気づいてるのかな？なんかサリーがちょっと上向いてるよね。うん。あ、ちょっと。かくれんぼちゃん。あ、そうだ、あのね、遊園、そうだ、かくれんぼなんだ。どこにいるの？そうだ。ブー。だマンホール上にいるのって。そう、かくれんぼ。です。で、まず一つがサリーとブーかな。サリーとブー。でーす。じゃあ次開けまーす。一斉のせ。すごい、すごい、すごい。お。え、別？別？来ました。マイクさんでーす。マイクさんでーす。リアルなマイクさんだ、うん。で、これがフィギュア。まあ、これも持ってるね。で、これ何持ってるの？合体させるの？あ、そう。じゃあ合体させていきます。こういうメインパワー。なんか、スイッチ入れるやつ。機械、ね。スイッチかな。うん。まあ、スイッチなら分かるでしょ。で、これふにふに？ふにふに。ふにふにを刺します。刺します。はい。そう。そうだね。で、こうかな。ここと、そう。あとここに丸がある。足の裏ね。足の裏に丸があって、まずそこからくっつけちゃおうかな。すぐ取れちゃうこれ。何が？マイク。マイクでーす。でーす。なんかちょっとね、弱いみたいな、足のその穴が。ガバガバ。そう、ガバ。すぐ取れちゃう。そう。だから気をつけて。あの、なんだね。すぐ崩壊するから。うん。本当に。これもガバ、なんかガバなのか？これも。ギュッて入る。はいはい。だからこれが入るから止まるのかな？そう。うん。だからマイク自体はガバガバ。ガバガバ。こいつが肝だよな。ここに、なんていうの？ヘルメット。ヘルメット。そう、ね、アトラクションのピコンピコンってとここが光るやつ。うん、そうそう。っていうマイクね。うん、あ、チンパが一番欲しかった。マイクさんでーす。マイクでーす。でーす。サリーマイクって何でない？そうだ。じゃあ三つ目いきまーす。これアトラクションの中にいるやつ？だよね。らしい？かな。じゃあいきまーす、三つ目。はい。せーの、せーの。あ、ダルメシャン？ランドールでーす。ランドールでーす。ありがとう。あ、ランドール、そこ見せてみよう。ここね。これランドールでーす。結構成功かな。よくできてる。うん。その、うろこみたいな表現がすごいね。そうそう、よくできてる。アトラクションの中にいるやつだ。そう。で、次でーす。次ってこれ、何これ、虫と、あ、網。でーす。これどうやって作ってるの？あれでしょ、ブーを探してるんでしょ。そうだ。あ、こっちの手だね。こっちの手だ。両手じゃない？両手か。こんな感じです。で、こんな感じ。本当にこれ、こんな感じ。スポッとはまるようになってヘルメット持ってる。あ、そうだ。だから全ての腕がこれで埋まるのかな。そう、みんな使ってる。なんとしても使うのはいずら。次のランドルさんです。カミカミじゃん。じゃあ次、4箱目いきます。はい、じゃあ次です。いっせーの、せー。まずこれがロゼでーす。ロゼ本体でーす。うん、最後に話しかけてくれるやつ。そう、チンパ2回ほどあります。昔ね。この人たちどうじゃん。そう、2回ほど喋りかけられたことがあって、嬉しかったです。うん。まさか？嬉しいよね。あの、モンスターズインクね、行くときにモンスターズインク好きだから、大抵まあ、冬、あ、夏でも冬でもそうなんだけど、うん、大抵、あの、モンスターズインクのもの装備してて。あ、T シャツ着たり、帽子かぶったり。そうそう、好きだから、大抵。うん。だから喋りかけてくれた時嬉しかった。うん。でーす。じゃあ、ロゼ本体ね。で、これが、なんだ、タブレットみたいなやつかな？もっと原始的だよね。うん。紙のやつ。で、回覧板みたいな。あの、名簿みたいな、シフト表みたいなやつ。そうでーす。で、それを、右手だね。右手にこっちに持たせるの。ちょっと手、こんな感じ。楽しそう。そう。ちょっと落とし、これもちょっと緩いかな、少し。うん。こんな感じ。ちょっとね、持ち方によって落ちちゃうの。こんな感じ。じゃあ置いてくれるかな。よし。じゃあ次、5箱目いきまーす。クオリティは高いと思う。うん。値段は高い。うん。いきまーす。次いきまーす。一、せーの、せー。じゃ
これが寿司屋さんです。じゃあ寿司屋寿司職人です。これも確かにアトラクションにあるよね。うん。このシーン。で、これもね、ちゃんと持ってる。二つ持ってます。手が多いから。寿司作ってる。寿司作ってます。コオロだし。コオロだし。やっぱクオリティ、ちゃんと裏も作ったのがクオリティが高い。そうね、このポチポチも。そうそう、ちゃんと作ったのが。ブツブツしてる。手は抜いてないかな。です。寿司職人でーす。でーす。じゃあ最後、シークレット、決定だいきます。決定だいきます。いっせーの、そう。シークレットからは、おやつだっていう。そう。感じしてたけど。そう。やっぱりそうじゃ。そうでーす。じゃーん。じゃーん。これなんか、ロッキーっていう、東京ディズニーランドにしかいない本編には出てこないっていう。オリジナル話題になってたよね。うん。キャラです。可愛くんよね。うん。で、なんか下が全体的に穴になってるの刺すのかな刺すんじゃない刺すんだよね。ロッキー。です。ロッキー可愛いね。ロッカーのとこにいるよね。ああ、そうだね。アトラクションの。そう。で、ロッカー。ロッカー。いい。このロッカーだけもいいよね。そう。かなりクオリティ高いと思うから。あ、なんか動いてるね。あ、そうだ。ロッカーの中に、いる上だよね。上だね。上。おかしいなと思ったロッカーちゃんと開くようになってるのかなすごい。クオリティ高いよね。うん。すごい高い。この上にいるんだ。そう。しかも今音を聞いた音がいいよね。鉄みたいな音してる。これなんていうの鍵をかっこいい。ちょっといい音してる。で、上の部分ね、さっきのこの丸い部分を当てると。そう。そう結構これきつくなってるのあ、この、あ、きつい。結構ちゃんとはまる。で、反対して横にしても大丈夫。やっぱいいね。これやっぱアトラクションの中にいるのやつの再現だから。そう、高いね。いいよね。いいよね。楽しいよね。そう、楽しいし、そうそう。クオリティもそれに似合うだけのものがあると。家でアトラクションが感じられる。そうそうそう。いいね、いいね。あのね、あの、おうちディズニー、やっぱ混んでるから、うん、あ乗れるかどうかっていうもの問題あるし、特に子供が多い時はモンスターズインクとか人気あるからさ。結構いつも混んでる、ね。うん。って感じでーす。これ結構いい。あ、このフィギュアセットいいね。ほんといいと思う。うん。クオリティ高い方じゃんあの、うん、このフィギュアセットの中。好きだから余計に好きだ。そう。っていう感じの6種になります。6種です。じゃあ以上が、これね、フィギュアコレクションのモンスターズインクの、になります。まあ、本当にまだまだいっぱいあるんだけど、紹介できないのね。紹介できないんじゃなくて、紹介できてないやつ。じゃあちょっとね、終わっちゃってて。うん、ちょっと、特に今年は。開封できてないやつがまだいい。そうそう。あの、さっき、あのね、この前に上がるかどっちかわかんないんだけど、そういうガラス製品もそうだし、うん、いっぱいあるんで、その辺もなんとかしていきたいと思います。